ではまずはじめに今話題の部活動の地域移行についての話題です。11月9日火曜日にスポーツ庁の室伏浩二長官がつくば市立矢田部東中学校の体育授業および地域部活動を視察しました。室伏浩二さんは陸上競技ハンマー投げの2004年アテネ五輪金メダリストで、2020年9月からスポーツ庁長官に就任しました。他にも活躍は多岐にわたり、スポーツ・バイオメカニクスの分野についても研究し、体育学で博士号を取得し、国立大学法人東京医科歯科大学の教授でもあります。また東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のスポーツディレクターも務めました。今回は体育授業の剣道・バレーボールと地域部活動のソフトテニス・陸上競技・バスケットボール・剣道・バレーボールを視察しました。今回視察したつくば市立矢田部東中学校は平成29年度に DCAA 同胞地区文化スポーツ推進協会を設立し、部活動を地域に移行した活動を実施しています。そして今年度から国の事業令和3年度地域運動部活動推進事業のモデル校に選ばれ、生徒のスポーツ環境の確保、教員の負担軽減の実施研究に取り組んでいます。地域運動部活動推進事業とは、令和5年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に向けて、地域人材の確保や費用負担のあり方、運営団体の確保などの課題に取り組むために、全国各地の拠点校地域において実践研究を実施し、研究成果の普及を目指す取り組みです。素晴らしい取り組みをされているということで、今日本当に楽しみに皆さんの様子を見来させていただきました。コロナでね、結構運動ができなかったりとか、体育活動もなかなかできなかった時もあったかと思いますけども、こうして感染に気をつけながらね、皆さん頑張っている姿を見て安心しました。多分先生もすごくそのみんなが体育やスポーツが好きになってくれるように、みんなが楽しく体を動かしてできるような取り組みをされていると思いますので、引き続き皆さん頑張っていただきたいというふうに思います。カードを持ってきて、スポーツ庁のホームページにあるんで、肩の運動はこれやってください。じゃあ、こっちは右がなんか投げる競技やってるの、右室伏さんは生徒たちの質問に真摯に答え、アドバイスを送っていました。じゃあ、肩と肩甲骨の間上げてね。テニス楽しい人、はい、先生、いい先生だと思う。すごい応募やるね。じゃあね。そうですね、自分は結構、自分も今も大学生なんですけど、大学で活動していく中で子どもたちとこうやって関われるのはすごい貴重な経験で、教員志望ってこともあるので、こういう部活動で生徒たちを教えるっていうことの難しさと楽しさの両方を味わえるので、すごい貴重な経験させていただけるなと思ってます。そうですね、僕自身これから学校の教員になる予定ですので、そういった意味でも子どもたちと、大学生の大学院の時から子どもたちとこうやって関わりながら、自分の得意なソフトテニスを通じていろいろ指導できるっていうのはとてもいい経験だなっていうふうに思っています。顧問の先生じゃなくて、いろいろな先生に教えてもらうことによって、そのいろいろな技術が入ってすごい勉強になります。はい、そうですね、この人と同じように、その他の人から指導を、顧問以外の人にも指導してもらうことによって、その他の人の戦略とかそういうのも聞けるので、やっぱりそのすごく勉強になります。最後に今回の視察の記念として、記念撮影を行いました。はい、1冊1は2。
体育部活動の見学をさせていただくのは1年ぶりになりまして、コロナの影響でですね、そういう見学が叶いませんでしたので、今回久しぶりにまたこういった形で部活動を再開されている姿を見てですね、安心いたしました。前回、コロナ禍で、前回も10月だったんですけども、一時期部活動が行われなかったり、体育の授業がなかったっていうことで、そこで去年は横浜だったんですけど、2、3割の人が、学生がすごい体力が落ちてしまったっていう実感がするって言ってましたけど、今日もコロナの影響で部活動ないとか体育がなかったことによってですね、体力が落ちてしまったって実感をするって言って、子供でさえ言ってましたので、引き続きやはり体育部活動の充実っていうものが子ども体力向上にも本当に必要なんだなと、子ども自身も感じているところだなということを今回思いました。以上でございます。